新竜さんは、中華人民共和国、四川省出身の中国の卓球選手である。1973年から卓球をめ、じめ、1978年に四川省チーム、1979年には青年ナショナルチーム、1983年11月には中国ナショナルチームのメンバーになる。1987年第39回世界。 卓球選手権ニューデリー大会、男子ダブルス優勝、及び1988年ソウルオリンピック、ダブルス金メダルなどの輝かしい成績を残した。1992年から日本の実業団チームヤマハに所属。後に日産自動車に移籍する。日本リーグで活躍し、チームメイトの渋谷博士、チン、そしてチ陳、高志両ペアのダブルスという必勝オーダーで、 国内の実業団タイトルを一時期そうなめにしたことがある。1999年第1回世界クラブ選手権に上実の日産自動車チームの一員として出場。チームは予選リーグで敗退したものの、1996年アトランタオリンピック男子シングルス金メダリストの劉国ウ・銀メダリストの王ーを破って一人で2点を挙げ、中国内で話題になった。 現在は中国に戻り、中国長級にて、故郷、四川省チームのヘッドコーチとして活躍している。一時期、中国リーグに参戦していた福原愛を指導していたこともあった。ありがとうございます。